リバタックをかけるぞ。こいつ来るのか。アムロは次第に新たな力の覚醒を見せていた。お、俺を踏み台にした。ニュータイプ、人の革新。だがその力をもってしても人の運命を左右することなどできなかった。マチルダさん。3年生の活躍はとどまるところを知らず、一個師団に相当するとまで言われた。少将は3連星の実力を認め、地球のオデッサ防衛に苦戦するマクベ大佐のもとに援軍として派遣した。しまった。しかしオデッサでホワイトベース隊と交戦し、3連星は命を散らすことに。この野郎、あと一息ってところを。その魂は宇宙に飛んで永遠の喜びの中に漂っているのであろう。じゃあ！オルテガ！マッシュ！モビルスーツにジェットストリームアタックをかけるぞ。いけるぞ。もう一度ジェットストリームアタック。しまった。お、俺を踏み台にした。ホワイトベース隊の活躍もあり、オデッサ作戦は連邦軍の大勝利に終わる。この一戦を機にジオン軍は地球からほぼ駆逐されることとなっていく。この戦いでランバラル、そして黒い三連星をも撃破したアムロ。パイロットとして類を見ない冴えを発揮する彼をニュータイプと呼ぶ者が現れ始めていた。ニュータイプ、ジオン公国の僧ジオン大君が提唱した人の革新だが、当のアムロは救いたい人を救うこともできなかった自身の無力さをかみしめていた。マチルダさん、マチルダさん。宇宙世紀0079、11月6日、オデッサ作戦開始まであと1日。連邦軍は着々と作戦の準備を進めていた。オデッサ鉱山基地は貴重な鉱物資源を産出するジオン軍の生命線にして、地上における軍事上の最重要拠点である。この負けられぬ戦いにキシリア・ザビはジオン屈指の勇士を送り込む。ルーム戦役において敵将レビルを捕らえ、数々の戦いで戦果を挙げた英雄黒い三連星は地上へと降り立つ。ジオン必勝の切り札として。隊長、俺たちが呼ばれたってことはかなりヤバい状況なんじゃないのか。マッシュの言う通りだ。たった3人の増援で戦況が変わるとは思えん。うろたえるな。俺についてこい。遅れるなよ。ガイア隊、長旅お疲れ様でした。マクベ司令がお待ちです。キシリア様推薦の兵士とは
ヒカルなのことか。ああ、挨拶はいい。だいぶ手こずっているようだな。木馬のことは知っているな。ガイア隊員にはあれを任せたい。わかった。俺手がマッシュ出撃するぞ。おう、了解だ。でかい獲物だ。腕が鳴るぜ。俺が強すぎるんだ。気にすることないぜ。木馬の隊の反応が消えた。どうやら終わったようだぜ。手強い連中だったが、俺たちの敵じゃなかったようだな。よし、任務完了。帰還するぞ。